はい、こんばんは。こんばんは。めぐりんの言霊カフェ、カフェです。よろしくお願いします。新番組です。はい、あの、そう、言霊っていうと、うん、あの、まあ、普通に話をしているのは全部言霊ではあるんですけど、うんうん、特に私はその名前の言霊っていうことで、うん、名前の音を、うん、いろいろ話をしていくんだけど、うん、はい、で、あの、日本語ってあの一文字一文字が、うん、あとかいとかうんに全て意味があるっていうのがすごい、うん、すごい珍しい言語なんですよ、実は、うんうん、そこで、あの、言霊、名前もそこにくっつけて解明していこうっていう、あの、解析するっていう本、うんうん、あの、前はほらちょっと名前を悪いと変えるとか、うん、あ、そうね、そっちの解明もあったんですけど、うん、そうじゃなくて、もともとみんなそれこそいいものを持ってるから、それを紐解こうっていうのが名前のことです。はい、今日は、はい、で、氏名って、あの、うん、漢字書き換えると使う命って書くじゃないですか。うん、あ、はい、そうそう、ね、なので、うん、名前もやっぱり人のために、人に呼ばれて初めて役に立つ。うん、あ、呼んでもらって、うん、あ、そうだよね、って言われたら、はい、そうだけど、そういうふうに、あの、あなたの名前の中にミッションがあるよっていうのも同時に紐解いて、うん、そういう使命ってことですね。で、名前って、名は、あの、人がなすべきこと、なるっていう字が、あ、なる、うん、当てはめるんですけど、で、魔は真実です、うんうん、そして絵は発展する、あの、ヒントとか、あの、発展するヒントが書いてあるのが名前だよっていうふうに考えてます。はい、で、あの、実はすごい名前ってすごいシンプルな開運のポイントなんですけど、それは何でしょうか。その前にあれを聞けばいいんだ。名前が好きか嫌いかをここの方に聞きたいんですけど、自分の名前が好きな方。はーい、はい、あんまり好きじゃない。え、嘘、なんで、あんま考えたことない。なんですね、好きなもんじゃない、あんまり。なんかね、まあ、男の子は分かんないですけど、女の子ってすごい将来子供が生まれたらとか、すごい小学校ぐらいの時に考えるよね。で、男だったらこれにとか、女だったらこれで、自分の名前がみんな嫌いって、うんうん、なるよね、なるよね。で、何々ちゃんのはいいなっていう、ないものでね、そう、焦げついてるのが嫌とかね。で、すごいすごい嫌でした、私。嫌いのある。何、あの男子の。それで、あの、ほら、好きっていうのは愛じゃないですか、うん、でも嫌いっていうのも、うん、まあ、ね、嫌い嫌いも好きなうちみたいなのがあるから、うん、まあ、関心があることなんですよね。あ、そうかそうか。でも名前は全然考えたことないよとか、好きでも嫌いでもないよって、うん、それって無関心っていうことなので、うん、寂しくない？自分に、ね、の名前って自分のことなんだけど、それに無関心ですっていうのは、自分で自分を見捨ててるのと、うん、まあ、同意のっていう感じになっちゃうので、うん、で、それで、あの、勧誘ポイントとしては、うん、とりあえず自分の名前を好きになってくださいっていうふうにしたら、ガラスは結構ですよね。なので、本当に一番シンプルな勧誘方法は、うん、名前を好きになりましょうっていうのが、で、それで、あの、実は好きな人から、うん、名前で呼ばれるのが幸せホルモンがいっぱい出る。あ、それ分かる気がする、うん、そうですよね。な、自分が好きとかは関係なく、呼ばれることはなんかこう嬉しいみたいな感じはありますよね。うん、私、あの、本名ってあんまり呼ばれなかったので、 あだ名が多かったんですよね。だからすごい違和感があったりした。え、どういうあだ名ですか。あの、アマメグとかね、メイちゃんとか、まあ、それはいいんですけど、うんうん、本名なんでね、あれですけど、うん、なるべく本名で呼んで、うん、あの、好きな人から呼んでもらって、でも名前を呼ばれることで活性化していくので、あ、なるほど、はい、幸せホルモン、幸せホルモンがたくさん出ます。はい、で、あの、潜在意識に好きだよ、うん、自分の名前好きだよっていう、そのポジティブな印象が残る、うん、上がってくるというふうにも言われています。うんうんうん、なので、自分に関心がないと実は生きる力を奪われちゃうっていうのも言えるんですね。その使命って、まあ、死じゃないですか。ね、うん、目はあれだけど、いっていうのが本当に生きることとか、うん、それこそ息をしている瞬間が生きていることなので、だから使命って死と生きることが重なってる。うん、で、はい、あの、あなたの一番のファンがあなたなので、名前をとにかく好きになりましょうっていうのをお伝えしてます。うん、はい。それで、あの、今日は、今日は、あの、で、
でですね、日本語のちょっと面白い話をするんですけど、日本語って「あ」から始まって「うん」、まあ、うん、だけど「うん」で実はもうちょっと真ん中の音なんですよ。なので50音でいくと「わ」で「あ」から始まって「わ」で終わるっていうのが50音なんですね。で、あのよくスゴロクで、まあ、何でもいいんだけどトランプとかで一番で勝利すると何て言います？スゴロクとかだとえゴールするとゴなんだろう、え、やったとかあ、上がり上がりって言いますよね。やったじゃなくて上がりやったもんね、一上がりとかあ、上がりって言いますね。はい、はい、で、それがあの あの終わったのに上がるっていう、そもそも結構使ってるんですよね。お寿司屋さんでも、うん、あの上がりください、上がりくださいとか終わる頃ね、はい、言ったりとかするっていう、うんうんうん、それがあの実は上に、こうあから始まって和までいろんな体験をして、うん、でそこでゴールするとまた次のステージに上がっていくよっていうのが実は日本語上がるっていうこと。なるほど。で、日本語って終わる概念がないんですって。あの書道とか武道とか、うん、多分あるのって日本だけですよね、うん、なんとか道で、大体もうそういう人に聞くと終わりはないですみたいに言うじゃん。あ、そうですよね、常に修行でとか、うん、職人さんもそうだけど、そうですよね、満足したら終わりですみたいな、なんで本当に終わりがない概念っていうのもすごい、あの日本人、日本語的っていう、ね、で、あの総力は上がるし、お茶も上がるし、仕事が終わると、うん、あ、お先に上がりますとか、あ、で、雨が止むんだけど上がる、ね、止んだとは言わないって雨が上がったって。ああ、そうですね、うん、で、こんな風にどんどんこう一個が割ると上がるっていうのを私たちって普段から、うん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 、確かに、ね、使ってます ね、 ね、で、結構ステージが上がると見える景色って変わるじゃないですか。ああ、そうだね、ね、あの、まあ、景色、あの階段上がっててもそうだけど、ね、3階と10階だと全然違ったりとか、うんうんうん、じゃあ小学校を卒業すると、うん、中学に上がる、上がるですよね。あ、確かに、うん、上がるって言いますね。だから景色がどん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 変わっていくっていう、はい、なるほど。終わるとは言わないですね。うん、ね、終わるとは言わないですね。あ、まあ、意味嫌うっていうのもあると思うんですよね。終わっちゃうっていう、うんうんうん、なので、あの実はなので本当はあから始まって、あの一個一個体験があるんですよ。あっていうのがすごいこう自分で発信するとか、で、いはあの命を大事にして生きようとか、ちょっとまあこじつけ的ではあるんだけど、そういう音もあって、そうすると最後の和まで行くとステージが変わってまた一個チェンジしていくっていう。すごい、日本語って面白いですよね。そうですよね。で、すごい大事なのが、うん、どんなことがあっても、うん、全部喜びで終わるっていうのが大事で、例えば今日の収録ちょっとグタグタ感あるかもしれないけども、これも一つ終わって反省いっぱいして、うん、次はもっと良くしようっていうふうに、あの全部こうポジティブで捉える、うん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 、だからたとえ転んだとしても、うん、あ、転んじゃったことの、うん、が損だったとか良くないことだって思わないで、そこにラッキーを見つけるっていうか、転んだ時に、転んだ時でも、なんでも、まあ、頭をつけた時にですけど、うん、頭で良かったとか、あ、死ななくて良かった、あ、そうだよね、うん、そういうふうにあの新しいステージを始めるためには終わりを喜びで終わると次に上がってるよっていうのが、なので今日ちょっと嫌なことあった人も、そうだね、うん、そうだそうだ、それがそうそう悪いことじゃなくて、うん、嫌なことがあったから嬉しい、あの次にいいことがあった時すごい倍喜べるとか、うん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 、そういうふうに、まあ、簡単にはそんな、ね、簡単には心って処理できないと思うんですけど、うんうん、でも考え方ですね、捉え方を変えていかないと、あ、カードは今日はやりますか、はい、もうすぐ1分ぐらいですか、ね、じゃあめぐりもうすぐ、はい、終わりになっちゃうんで、カードを引いていただいて、これはデュエルだ、来月デュエルが始まるんですよ、マスターデュエルが、そうですね、カードマスターとしては、はい、今日は来月、来月ですね、8月の、8月のあなたの8月はどんな風にっていう、ちょっとこれもね、あのカード遊びだけど、まあ、メッセージとして、あの、そうですね、そう、音が連れてきてくれるっていうんですよ、そのいろんなことって神様の言葉だったり、そうじゃないですか、こう会話の中だったり思ったこととか、うんうんうん、なんで音ですよね、50音も音なので、うんうん、なんでそこにメッセージがあるよっていう意味なので、さあさあ弾いてみてください、もうちょっと見上げて、もうちょっと見えてないっていう、そうか、じゃあ弾きます、はい、ズンズン、じゃん、じゃん、あ、何か疲労、
めますか、拡大とかやる気がちょっとこう上がってくることでもあるので、ちょっとね、広める、来月広めることをやろうとしてます。あー、すごいすごい、ね、あ、どうですか、みんな背中を押してもらえる感じが。どうですか、どうですか、浅井くんどうですか、ギャラリー聞いてください。じゃあ浅井くんが T シャツが素敵、かぶ、これです、かぶ、これじゃんじゃん、はい、ル、ル、あ、もうこれはあ、このルンルンのル、ルンルンのル、そう、でもそうやってあの自分が好きななんか音に当てはめてくれてもいい。そうなんで、だってこれね、そういうきっかけなので、はい、でもあれですね、やっぱり生み出したりとかっていう音でもあるし、ル、継続に計画、計画がすごい加速していくっていう、来月しないと、ちゃんとしないとってことですか。来月すべて意識して意識していけばいいですよっていう、はい、一番良かったです。そうそう、来た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 、好きな、そこそこと来ました、来月のこちらで、はい、それはじゃあ、絵ですね、なんか発展ですね、発展の音なので、来月は、笑顔の絵、発展、繁殖、工程、繁殖、繁殖です。でも増えていく、増えていくことなので、どんどん変えていくっていう、来月でも行動するといいってことですよね。行動したものがこう増えていくよ、発展していくって、なるほど、なるほどね、どうですか、いいですか、締め切りますよ、竹川 TV の今後を、8月の竹川 TV は、おっ、じゃじゃん、あ、上がってきます。さっきちょうど今日のテーマの、あの、さすがにそういうの見ちゃう、これ上がる、上がる、だから全部喜びで終えて、はい、毎日を、はい、はい、終えてます、私は毎日寝る前にやってます、私はもう本当に嬉しい、あ、自分たちが知らない、家でやってます、私は役を当たるまま、あ、出ましたか、来月守ります。でも隠れるってあるから隠れていい、隠れた裏ボス的な感じで、そう、こんなっていう感じですね、はい、しまいつつ進めていただいて、はい、メッセージをもらうっていうのも一つのやり方としては面白いかなと思います、はい、音本当にあの名前もそうだし、全てね、あの思考で全部変わっていくって、あの思考って音っていうか、あの言葉じゃないですか、言霊なので、結構いろんなものが絡み合ってるので、その辺もまたお話しできればと思います、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。じゃあ今月はこんなところです、はい、ですかね。あ、スポンサーさんも、あ、いいですよ。ですかね。はい、こちらありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー。じゃあねー。